女優の篠田真理子、38、が3日、自身のインスタグラムで交際中の男性がいることを報告した。私事ですが、一つ報告させてください。唐突にすみませんと切り出し、現在私にはお付き合いしている男性の方がいます。一般の方なので詳細は差し控えますが、私や娘のことを大事にしてくれる、とても尊敬できる方ですと交際を報告した。知り合ったのは昨年といい。 誠実に私たちに向き合ってくれる姿勢に惹かれてお付き合いすることになりましたといきさつも明かした。当初は恋の予感もなかったようで、まさかお付き合いすることになるとはと自分が一番驚いていますわら、とつづった。今の私は子供のこと、仕事のことを大切にして、心穏やかに過ごしています。今後も何かあれば自分からお伝えしたいと思っているので、温かく見守っていただけると嬉しいですとファンに理解を求めた。 AKB48 の人気メンバーとして活躍した篠田は2013年にグループを卒業。その後は女優として活動しており、今年1月期に放送されたテレビ朝日ドラマ、離婚しない男、サレフと悪嫁の騙し合い、では浮気しまくりの不倫妻を演じて話題になった。私生活では2019年2月に3歳年下の一般男性と結婚。翌20年3月に女児が誕生したが、昨年3月に離婚を報告している。